別の角度より、白島停留場は、広島県広島市中区東白島町にある、広島電鉄、白島線の路面電車停留場である。駅番号は、W5、同線の終点である。白島停留場は1912年の白島、旋回通当初から、路線の終点として存在する。当時の白島線は、広島城の外堀を埋め立てて造成された。 道路上に軌道が敷かれており、その終点は中国郵政局前の交差点に置かれていた。1945年8月6日には、原爆投下により、被災、白島線をはじめ広島電鉄の市内電車は、全線が普通となった。戦後、白島線が運転を再開したのは、被爆から7年経った1952年のことである。運転再開までに7年を要したのは、 戦後の都市計画の中で新たな幹線道路が建設され、白島線の軌道をその上に移設することになったからである。この時軌道は、上北通りとの交差点まで北に100メートル延伸、東停流場も移設の上、白島終点停留場へと解消された。この停留場名については、1960年に再び、白島停留場へと戻されている。 また1969年から白島線で広島電鉄発のワンマン運転が行われることになると交差点内に伸びていた終端部の軌道を9メートル短縮し停留場内の配線も変更された停留場を発車する車両白島線の軌道は道路上に敷かれた平用軌道であり東停留場も道路上にホームが設けられている白島線の軌道は 起点から伏線で北へと伸びているが、東停留場の手前で、下り線が上り線へと合流し、単線となって停留場に差し掛かる。ホームは、定床式で線路の西側、ちょうど下り線の延長上に置かれている。ホーム一面、そしてその片側のみに一本の線路が接するという一面一線の単式ホームは、広島電鉄の他の路線の終点に比べると簡素で、あり。 ホームには2両以上電車が停車することはできない。線路はこの先、白島交差点の横断歩道の手前で途切れている。ホームはかつて線路の東側に置かれていたが、1969年に西側へと移されている。これは、同年から始まった白島線でのワンマン運転に、際してワンマン運転時には電車の左側からしか下車ができないことを受けての措置であった。 東停留場には、広島電鉄で運行されている系統のうち、9号線のみが乗り入れる。9号線は従来、八丁堀までの運行で、白島線内で完結していたが、2013年に八丁堀から本線へ直通するようになり、エヴァ線のエヴァ停留場まで運行が延長された。白島地区の南東に位置する。南側には、オフィスビルなども点在するが、 周辺はほとんど住宅街である。東側には京橋川が流れ、対岸は東区と南区の境界となる。アストラムラインの白島駅とは1キロメートルほど離れている。到底、流由上からは白島駅よりも南側の城北駅もしくは新白島駅の方が近い。ありがとうございます。